花暮らしのトラエッティ花ドラスイッチエディション。どうもトラエッティです。前回はこちらですね、カボチャとスイカの自動収集機を作りました。このようになっております。おっと今ちょうどありましたね。で畑のところですね、ちょうど耕すところに、アイテムが来たらホッパーで吸い取ってくれるという装置を作りました。なのでですね、畑以外のところに来ちゃったものはですね回収してくれませんので、そこは自分で収集してください。まあこれはね仕方ないです。こういう風になっておりますので、はい、まあある程度はもうほとんどこっち吸ってくれると思うんで、まあ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 多少やったらこんな感じでいいと思います。そして今回はですねお隣ですねサトウキビの自動収集機を作っていきます。こちらですね、サトウキビ作っていきましょう。ではスタートです。はい、とまあこちらですね、まあ幅はだいたい7マスぐらいになりますので、真ん中にですね、水を敷きます。水を敷くんですけど境界を使います。真ん中なんでここを端っことして、まあ7マスの間なんで1,2,3,4 マスのところに 1,2,3,4,5,6,7,8 マス分の境界を置きます。境界だとアイテムがよく滑るということなんで、そういう風にしておきます。でここに水を敷くので、ここからこっちに水を持っていくって感じにします。でここに、サトウキビを置いていきます。そのための土ですねこれは。はい、結構置いていきます。そして水バケツで水をこの端っこに置きます。するとちょうどここで止まりますので、ここにホッパーを置きます。まあ、ホッパーはどっち向きでもいいんですけど、まあ、横に置いていきますか。こういう風に置きましょう。はい、こっち向きですね。そしてですねこっち向きなので、チェストをこのように置きます。これで OK ですね。とりあえず回収してくれます。じゃあ続いてサトウキビを敷いていきます。 1,2,3,4,5,6,7,8 とこっち反対側も置いていきます。そしてこのように置きましたら、まあ、ここは石レンガを置いていきましょう。そしてまあここを置きましたら石レンガをまた置くんですけど、ちょっと光源を入れるためにですね、光源をこのように置いていきます。光源がないとね暗いんでちょっと育たない可能性もあります。なので、ここに光源を置きます。でこれで多分大丈夫かな。はい、もしねちょっと光源がばらつきがあるようであれば、こちら側にはこう少し変えましょう。少しですね、光源の置き方を変えれば全体に当たるんではないかと思います。多分です。まあ、こんな風に置けばいいかな。アナドラ続いてこちらの2段目ですね。サトウキビが上がって2段目のところに、こちら、はい、こちらピストンを置いていきます。これは普通のピストンで OK です。ピストンを置きます。はい、そして続いてこちら板ガラスですね。ガラスの板をこのようにここに置きます。まあ、ここに置くことによってですね、サトウキビがピストンで弾かれた時にここで止まって、この下にちょうどねこの下に落ちてくれるんですよ。その水の流れの水のところですね、水のところに落ちるので、それを反対側に行かないようにするために防ぎます。はい、このようにですね置いていきます。ギリギリかな、ギリギリのところまで、ここかな、ここがギリギリかな。はい、この上にですねこちら、観察者オブザーバーを置いていくのですが、石レンガをここに置きましょう。まずここに石レンガを置いていきます。はい、置いていってオブザーバーをですね、この向きで置いていきます。こっちが正面になるように置いていきます。置きましたら今度はレッドストーンを敷いていきます。はい、これで多分動くはずです。サトウキビがですね、サトウキビが3つまで育ったらこのように、おっとと上行っちゃったな。まあこれは後で調整できますので、はい、このように動きますので大丈夫ですね。はい、そして今度はガラスをまたここまで置いていきます。よし、このようにできたら反対側も置いていきます。
はい、ということでですね、形的にはこれで完成でございます。はい、であとは屋根をつけていけば OK ですね。で今度上に2段3段とつなげることもできます。はい、その方法をやっていきましょう。でこうやっていきましょう。まずは屋根をつけていきます。でここですね、2段目はですね、ここに水をまた敷くので、このようにやっていきます。落ちたそしてまた置いていきます。ブロックを置いていきます。そしてこのように土を置いていって、そして水を敷きます。はい、あとは一緒ですね、この辺は。はい、はい、ということでこちらですね、二層式のサトウキビ収集機でございます。完成いたしました。超簡単です。はい、そしてまあこっち側に落ちないようにですね、こう飛び出さないようにするため、こういう風にねあるんで、まあ、このようにですね、ガラスを敷けば、多分これはガラス敷いても多分大丈夫だね。開きますね。 OK、 こういう風にですね、ガラスを敷きまして、飛び出さないようにします。サトウキビがね、サトウキビの流れが早いんで、あの氷塊使ってるんでめちゃめちゃ早いんですよ、この上のやつとかですね。なのでこれが飛び出さないようにするためにやっていきます。はい、できました。そしてあとはハーフブロックでちょっと屋根を作ります。まあね、飛び出さないようにというか、まあ、上にモンスターが湧かないようになのかな。まあちょっとかっこよくかなまあ普通にやっていこう、こうやって。うん、アナドラ。はい、ということでこちら二層式の、サトウキビ収集機を作りました。どうでしょうか。これでちょっとね、あそこに飛び出ちゃってる、ちょっと回収しきれないものもありますけど、まあこれは仕方ないです。こういうこともありますね。一応サトウキビも収集しております、ちゃんと。はい、であと育つまで待ちましょうか。はい、出ました。お、結構収集されてますね。おお、ちゃんとホッパーに貼りました。まあ、このようなね、このような感じになります。はい、まあ、全てではないとは思いますけど、まあ、多少は回収はしてくれます。はい、はい、ということですね、こちらはですね、オブザーバーを使いましたサトウキビ自動収集機でございます。今回ですね、2層だけでしたけど、こうやって3層4層とどんどん上に上がらせることもできますので、効率よく回収したい場合は3層4層とどんどん上に上げていってください。よかったらぜひぜひ参考にしてください。それでは以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いします。バイバイなんでいんねん。バイバーイ。